どうもこんにちは、滝口ミラです。やっぱりね、YouTube ってルーティン動画っていうのは避けては通れないかなって、今日はねを撮っていきたいかなって思ってます。黒塗りとかゴムパッチンとかも挑戦してね、コメントもいただきまして本当に嬉しかったです。ありがとうございました。家の中とかの料理してる姿を見せるっていうのはちょっとね、それよりも恥ずかしいことで、すごく勇気がね、でもね、まあどんどんね晒していこうかなって思ってますんで、ぜひね最後まで見ていただいたら嬉しいなと思ってます。ぺちゃん、あ、いいよ。そうそうが、お迎えに行く。あんまりお菓子あげたくないんですけれども、まあささっとねあげちゃって、でも片付けちゃいます。で、普段飲まないんですけど、たまにはっていうことでね、お酒飲んじゃおうっていうことで今回飲みました。で、朝掃除しとけを言う話なんですけども、時間なかったから今やります。こしょうゆーラーメン、あるある、毎日キッチン掃除めんどくさい。映ってる、ありがとう。なんかのトイレが発見。弟が入れるジャイアンですね。毎日掃除をすると怒る顔になる。気を取り直して、豚汁作り始めていきますね。とりあえず豚こまとね、カット野菜をなるべく使うようにねしてますね。疲れてるんでね、何もやる気が起きないじゃないですか。でもちょっと今回カットの白菜がでかすぎたんで、買った意味なかったですけど、めんどくさい。で、続いて、カット野菜ですね、入れていきます。これもね洗ってあるやつですね。で、ネギを、これもね、ネギね、たまにキッチンバサミ使ったりして煮てる間にサラダを作っていきます。美味しいです、それを入れると美味しいです。で、この冷凍刻み油揚げっていうのがもうめちゃくちゃ良くて、出来上がっています。ヘルシーごま油をね隠し味に入れちゃって、 でもちょっと時間がねあったので、で、粗挽き塩コショウね、あと醤油とかで適当に味付けてアク取っておしまいって感じで、ね、で完成です。はい、皿に盛り付けて、はい、いただきます。ちょっと今回ね、海藻とあとキノコ類がなかったなって結構適当に作っちゃったんで、これからちょっとちゃんとねしたやつ作って、レシピとかね YouTube でね上げていけたらいいかなって思ってます。はい、以上です。お母さん、あれあれ食べるのが遅い。あ、もう全部食べたじゃん。美味しかった、うん、美味しいですか、うん、よかった。